メロです。アイユです。キナです。ピンクマテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今日の企画は TikTok いいね対決です。イエーイ。スタートで、みんなにはね何も知らされてないんですけど、一人ずつ自分で曲を決めて、撮り方も決めて、文章も全部自分で決めるので、これから撮っていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということで、今から TikTok を撮っていきたいと思います。じゃあ、やっていきます。何回かと見ますかもしれないですけど。自慢ですね、なんか。何個か撮って、一番いいやつを選びますね。あと一回撮りますね。じゃあここからいいなって思ったやつを一つ選んでいって、自分で文章とかやっていきます。ということで、ユナの TikTok 撮るタイム終了です。結構自信あるのでね、面白い動画にしたんで自信あります。ということで、次の子 GO！ はい、では次はレイラが撮っていきたいと思います。じゃあ撮ります。文章、いいねお願いしますとか、そういうことですよね。これでいいかな。終わりました。じゃあ次はアリアちゃんね。レッツゴー。どうぞ。アリアです。では振ります。何にしようかな。みんな何の音源使うんだろう。では振ります。ゆくより縦の方がいいのかな。皆さんどう思います？でも縦の方が見やすいけど、あれ縦だと苦手なんだよな。じゃあとりあえず一旦下書きに置いといて、縦でも撮ってみよう。縦でも撮ってみよう。でもなんかアリアがさっき参考にした人に横で撮ったから、横で撮った方がいいかなって思っちゃったりもしちゃったり。でも縦で撮る方がみんなからは見やすいよ。見てこっちの家。じゃあ入れる文章。でも最近リンクコピーとか流行ってるよね。あとなんかね、06ラインとかが流行ってるから、それ入れてみようかな。14歳の男。なんかね、最近ね、年齢を入れるとバズるらしいです。さっき見たら、年齢入れてる人結構バズってたから。ピンクメイクに入れとこう。何でも入れとくのよ。ハッシュタグはいっぱい。下書き終了。OK。書いたよ。行きました。オッケー、終わりー。あ、じゃあ終わりました。終わったよ。終わりましたよ。逆に押さないのやばくない？ぶっちゃけコメントアンチバッチこいや、今刺激欲しいんです。ついでに矢印3回ポンポポンポポン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 。
はい、ということで3人とも撮影終わって投稿も今終わりました。楽しみですね、結果が。これ公開されてる時はもう大変だと思うけど、いっぱいいいねを押してくれることを願います。願いましょう。また後でー。はい、数時間後。はい、ということで結果発表です。3位から発表していきます。どうなんだろう、ね、途中全然見てないんだよ、最初しか見てない。ゆうちゃん結構ギャグ戦ギャグ戦なんだよ。面白かった。マスクギャグ戦かと思わなかった、ね、もっとさ、みんな可愛い系かと思ったらギャグ戦かみたいな。ギャグ戦でいたよ。じゃあ結果発表を言いますね。はい、3位の人が言います。3位の人がレラ。うん、1位よか、はい、1位が僅差だった。僅差でユナ。ねえ、やった。めっちゃ僅差でした、うん、3人とも僅差、本当に僅差だった。今見てる皆さん結構もう上げてから数字立ってる。見つけれるかな、私たちの動画見つけれるかな。感づいてる。いた、うん、最初ら辺に見たけど、最初ら辺で勘違いとっていた。勘鋭すぎる、すごい。 URL 貼ってあるんで概要欄に、飛んでちょっとどれかなって探してみてください。もしかしてこれかなとか、これかな。他にもね、いろんな TikTok の動画もあるので、うん、ぜひ見てください。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。